はい、こんにちは、こんばんは、おはようございます。村正です。前回に続き連続で撮ってます。いやー怖い。手の届きそうなところにキラキラ光るものがある。撮りますか。はい。隕石のかけらを手に入れた。やりましたね。よし、じゃあここにはもう用はないですし、さっさと戻りましょうか。まあでもちょっと戦いながらね、戻りましょう。ネス以外のね、仲間もレベル上げないとね、さすがにちょっと、こっから先辛くなるんじゃないかなと思います。いやでも、レベル上げはカットしようかな。うっそ。ナイス。うわー、ジェブ。うわー、ちょっと待って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 。わかった。俺多分、ヒーリングとあれが、間違えてんや。いやーもう。めっちゃショックや。うわ、ちょっと待って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 。うわ、やっべ。ちょっと待ってよ。やばいやばい、危ない危ない危ない。あーちょっと待って、オメガはダメよー。オメガは誰でも。よし、来た。危ない。いやもうマジでやめへん、こういういじめ。ふう、勝手に戻っとけ。危ない。お、22上がりましたね。やったー、やっとそれらしい上がりしてくれた。いやーでもちょっと辛いっすね、これは。83 73 72 69、ちょっとレベル上げしてきます。まあ、適当なところで、また、取り始めたいと思います。ではでは、一旦失礼します。はい。というわけで、レベルを上げて戻ってきました。ネスが86、ポーラが77、ジェフが76の、プーが73。そんなにね、レベル自体は上げて、レベル自体はってですね、そこまで、めっちゃ5レベル上げたとかいうのはないです。結構上げようと思ったんですけど、なかなか上がらなくって。ちょっとまあ、いっかーみたいな感じで、2、3レベル上げて引き上げてきました。でその中で、戦ってる中で、誰かがメテオタイトというアイテムを落としたので、それを売りたいと思います。説明を見たらですね、確か、高価な値段で買い取ってもらえそう、使っても何も起こらない。なかなか説明しにくい物質らしいので、まあ、とりあえず売ろうかなって思います。どこだ？あった。2000円か。まあ、引き取りましょう。って言っても、引き取ってもらいましょう。いらないですけどね。わ、結構あるな、お。1234。4000円預けて。セーブして。もう回復はね、してあるので、セーブして、先に行きたいと思います。よいしょ。はい、セーブ、到着、セーブ場所に。さあ、パパに電話して。はい、記録。続ける。よし、行きましょうか。博士、持ってきたでー。うーむ、隕石のかけらも、あ、はい。使うんですね。はい。それだ！ん？見たこともない金属だ。
実に面白い。あとは私に任せておやすみなさい。これは面白くなってきたぞ。あ、寝ないといけないんや。じゃあ寝なくてよかったですね。よし。博士、今ついに完成したスペーストンネル2には体力回復と冒険のデータを記憶、この2つの機能がついている。心配せずに乗り込みたまえ。しかし二度と帰れぬ旅になるかもしれない。その準備をパーフェクトにしてから行くべきかもしれない。装備は完全かね。はい、完全に完全と言えないまでもかなり完全にしておきたまえ。その方がいい。うっかり裸で出かけていったりしたら大事だからね。確かめておきなさい。装備にしっかりして。いや、だから裸でなんてか、来るかーみたいなね。はい、オッケー。はい。さあ、行こう。わー、ちょっとテンション上がる。さあ。ここって、地底大陸。で、聞いた曲や。よーくぞ、ここまでたどり着かれた。何？立派立派、ご立派な少年たち。残された時はわずか、最後の力を授けましょう。では、急いで。私は急いでいるので。え、いや、そんな急ぐ必要なくない？フィケストーム、スターストーム、オメガ。さあ、ちょっとオメガ見ましょうか。これかな。あ、違うかった。スターもオメガ。42で720も使えんの？じゃ、食らわせれるってすごいなぁ。だって、98で640やのに、そう考えるとめっちゃいいやん。まあでも、MP がない分、しゃあないんですか。さらったよ、僕。さらったよ、悪いやつ。行っちゃったよ、悪いやつ。どこへ？昔へ。ふぅ、いや、わからんし。壊れたスペーストンネルを調べた命の紡いがあった。おお、マジで？やった！しかし空っぽだってないの。どんだけみたいな。過去？え、どこに行けばいいの？あ、びっくりした。あっという間にスペーストンネル3が完成したぞ。土星さんたちの科学技術はすごい。ギーグはこの同じ場所、え？この同じ場所から、つまり、過去のこの場所から攻撃を仕掛けているんだ。あ、そうなん、え、何？言いにくいのだが、いい国なの、え、国、え、どういうこと？言いにくいのだが、何？過去へワープして戦わなくては、でもなんやねん。わしらも来たです、ポエーン。何？言いにくいけど、まあ、行こう。何？どういうこと？でも何を？言いにくいんだがないねん。過去から攻撃をしてくるギーグを倒すには、過去にワープすることが必要だ。無論、それはスペーストンネル3でできることなんだが、この装置は、生き物を、生命体をワープさせることができない。ワープのプロセスで命は消え去ってしまうんだ。方法はただ一つ。君たちの頭脳プログラムをロボットに移植して過去へ行くしかない。その場合、君たちのスピリットはロボットの方に行ってしまう。君たちの肉体はただの抜け殻になるわけだ。過去での戦いが終わってスピリットが戻ってくるという可能性は予測できない。選ばれた4人の諸君、それでも過去の世界に行ってくれるか？いいえ。それも一つの答えだ。このまま全てが滅びるのを待っていようか。まあそんなことを言ってもね、できないんでね。行くしかない。行きますか。ロボットにして。はい。もう今までの君たちの姿に戻れないかもしれないんだが、本当にそれでもいいか。はい。そうか。そこまでの君たち、せめて私に今の君たちの姿をよく見せてくれ。です。その帽子を私に。よし、
スタンバイだ。え？ネス、ポーラ、プー、そして私の息子ジェフ、コックピットに座ってくれ。もう後戻りはできないぞ。せめてネス君、スペーストンネルのスイッチを自分の手で押してくれ。はい。君たちの真の勇気を知っている人間の数はほんの一握りだが、君たちがその勇気で救う人々の数は計り知れない。こんな場面に居合わせることのできた私は幸せ者だ。てくるぜ。うわ、到着しましたね。まあ特にこれといって変わることもなくみたいな。ロボットや。もう、ネス以外全くわからへん。はい。というわけでね、今回は、こんなところですが、終わりたいと思います。ではでは今回もご視聴ありがとうございました。バイバーイ。